統一造船会社、ロシア語 A ユナイテッドシップビルディングコーポレーションはロシアの造船会社である。ロシア西部及び北部に多数の船舶建造、修繕、維持管理士会社を抱え、さらに極東では軍の施設を利用して民間船舶の建造を行っている。統一造船会社は合弁先である。 STX フィンランドから持ち分の残り50%を買収して、アークテック、ヘルシンキ造船所を参加に収めている。統一造船会社は、ウラジーミル・プーチン大統領が署名した大統領令により設立された。大統領令では、サンクトペテルブルクに西部造船センター、セベロドビンスクに北部造船、メンテナンスセンター、ウラジオストクに極東造船、 メンテナンスセンターの3つの子会社を持つと定められた。ロシア政府がすべての株式を保有する。2012年6月にアンドレ・ディアチコフが社長に指名された。2013年5月21日にはプーチン大統領がウラジーミル・シュマコフを新社長にすると表明した。2014年7月29日に統一造船会社は 米国財務省の特定国金融制裁リストに追加された。これは大統領令13,661号に基づくもので、ウクライナ紛争へのロシアの関与に対する制裁である。USC は以下の各社を統合して設立された。ありがとうございます。